お疲れ様でございます。何度でも OK。来場した企業の回数だけ8000ポイントゲットということで、3社行けば24000円分ですね。か、これはね、もう本当に美味しい。美味しいままでもう1年来ちゃいました。昨年はね、タマホームの、まあモデルルームとかモデルハウスに行くと2万ポイントもらえたりとかね、クオカード3万円分がもらえたりとか、ものすごく この辺もインフレポイントブームでございます。もう私もね、二十数社行かしてもらいまして、がっぽり行ったわけですけども、あれから、そうですね、三ヶ月ぐらい経って、もはやどこからも連絡がなくなりました。まあかといってね、これ、モデルルームとかモデルハウスに行ったからって言って、ガン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 しつこい営業が来たりとか、それから自宅に社員の方がね、押しかけてきたりってこともありません。それはちょっと昔のイメージなんで、本当にね、 あの休日に住宅展示場に行って、ああ、家っていいなーっていう風に感じていただくことがスタートだと思います。はい、今回は、モッピーのポイカツ、えー、1件8000円で何度でもってやつですね。来場した企業の回数だけポイントゲット、何度でも OK って書いてます。はい、モデルルーム、モデルハウスに予約申し込みをして、実際に、えー、モデルルームの案内を受けるというやつです。 もう私の感覚ですとね、これ入力に5分ぐらい。それから実際に予定した日時に現地に行って、全工程が2時間ぐらいかなと思います。もちろん、私の自宅からモデルルーム、モデルハウスに行って、で、案内を30分ほど受けてね、それから楽しく過ごして、えー、帰ってくるみたいなの、全部込みです。ですんで私の場合は午前に1社、午後に1社。 夕方に一社みたいな感じで計画して一日に家族でね、3軒ほど回ったって感じになります。で、それを1,2,3月と続けたってことですよね。もう本当に土日のたんびに行ってましたんでね、カレンダーがびっちり埋まりました。結構ね、あの、新築のモデルルーム、モデルハウス、楽しいですよ。それから、改めて自分のマイホームに対する思いってのが、なんか、わかってくるって感じですか。まあ私、持ち家はあるんですけども、 まあ結構古い家なんでね、建て替えてもいいかなと思ってるのは思ってるんですよ。で、その際に土地がありますからね、ものすごく具体的に相談に乗ってくださいます。土地も100坪ぐらいなんで、まあ憲兵率考えてもね、そこそこの家が建つかなってところがありますので、まあこういう風なモデルハウス、モデルルームに行くと、自由度の割と高いね、 あの生活設計ができるかなというところです。まあその辺はね、あのそれぞれ皆さんのライフスタイルありますんで、ご相談されるといいと思いますよ。じゃあ内容見ていきましょう。9月1日から9月8日までの期間限定で8000ポイントです。これ通常5000ポイントです。注意なんですけども、ポイントに関する問い合わせをお申し込みの住宅メーカー、工務店などに行ったらダメですよということですよね。 だからポイントっていうのはあくまでもモッピーと私たちとの関係ですからねまた住宅メーカー担当者とのやりとりで予約日時確定後事前にキャンセル連絡をせずに当日来場されなかった場合もポイントの対象外になりますひどい時には予約を無断でキャンセルするともう本当に今後お断りみたいなことにもなりますんでお気をつけくださいそれから申し込みの条件があります必ずこちらのねポイントゲットから 予約、申し込みをしてくださいってこと。だから公式サイト、それぞれの工務店の会社に直接問い合わせた分にはあ対象になりません。あくまでも思っぴを通じてってことになりますね。それから対象年齢は23歳以上ということになりますので、まあ50代でも OK と。で、申し込み10日以内に電話やメールで、えー、本人確認がなされますので、その際にね、改めて何月何日の何時からよろしくお願いしますみたいな感じでね。 何人で行きますとかね、お話しされるといいと思います。で、ご本人確認までの期間が上期日数過ぎてしまっても、延長自由がご紹介企業様都合の場合は対象外となるということなんで、あの、電話がいつまでも繋がらないとかね、えー、まあ、会話の内容があやふやだってことになるとちょっとダメなんですけども、えっと、この工務店さんとかね、ホーム、 あのモデルルーム、モデルハウスの会社の都合で本人確認が遅れた場合は、ポイントの対象は引き継がれますよってことですね。その点、住宅メーカー、工務店が定休日の場合、連絡が遅くなる場合があるということでございます。その他獲得の対象外、注意点がありますので、こちらの方もご覧くださいね。例えば、住宅ローンの審査がこれ、通らない人だなっていうのはだめだったりするんですよ。それから 不備とか不正とか虚偽とか重複いたずらキャンセル当然ダメですよねそれから見学先でねアンケートお願いしますっていう時に書類にちゃんとアンケート住所とか名前とかね予算とか書いてくださいね、はい、まあそういうふうにいろいろと細かい規約もありますけども絶対に楽しいと思いますので行ってもらいたいと思います利用してほしいと思いますではまだモッピーのアカウントがない方は動画概要欄からモッピーの 会員登録とお願いします。それから会員登録する際には紹介コードをつけておきますんでね。紹介コードがありますともっとお得ですよってことになります。はい。じゃあそちらも合わせてよろしくお願いします。紹介コードをね、つけておきますんで。